こんばんは。こんばんは。こんばんは。ちっちゃいかき氷、かわいい。こんばんは。どっち派ですか？あ、これどっち派っていうやつなん？あ、そうなん。これどっち派ってやつなん？そういうイベントなん？決めたらどうなるの？決めたらどうなるのって。どっちか決めなきゃいけないんだこれって。今日終わったかと思ったら23、あ、そう、今日ちょっと遅くなっちゃった。ご決断。迷うじゃん。達成すると何がもらえるの？あ、どっちに、あ、どっちでも一緒だ。そうだ。もらえるのはもう私の大好きなところですよね。もらえる券って去年みんながくれた私の大好きなチョップドチョコレートな、アイスにしよう。でも桃香かき氷もめっちゃ好きなんよ。パセもう達成したん？すごー。はー、アイスかわいい。ありがとう。あ、どうぞ。すごい。こんばんは。さすが、やっぱそっか、パセリアイス大好きなんやね。そうやった、そうやった。やっちゃんか、もうみんなアイスをいっぱいパセリに渡したんか。アイスクリーム一緒か。アイスクリーム、でもかき氷もめっちゃ好きで、結構なんかかき氷の店とか結構探しちゃって。にゃ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 、はい、ありがとう。あすこさん、かき氷ありがとう。アイスもありがとう。まるともちゃん、たこちゃん、ありがとう。プラザさん、アイスありがとう。コーチさん、アイスありがとう。わあ、食べて食べて。桜花さん、かき氷ありがとう。ドラガンさん、かき氷ありがとう。コーチさん、アイスありがとう。たかしさん、かき氷ありがとう。ドラゴンさん、アイスありがとう。エビサボさん、食べてありがとう。たかなおさん、アイスありがとう。コウジさん、かき氷ありがとう。一緒ポーズ一緒や。どうやって分けようかな。たかしさん、アイスありがとう。エイトさん、かき氷ありがとう。コウジさん、かき氷ありがとう。ケイスティンさん、食べてありがとう。のっぴあのもっぴーさん、かき氷ありがとう。ケイスティンさん、かき氷ありがとう。エビサボさん、たこありがとう。ショウさん、かき氷ありがとう。えいちゃん、食べてありがとう。ケイスティンさん、アイスありがとう。ミカユさん、アイスありがとう。えいちゃん、かき氷ありがとう。アオさん、アイスありがとう。ゼロさん、アイスありがとう。あ、確かにかき氷はね、キーンだにしようかな。あたまーふくちゃん、アイスありがとう。スケモンさん、バラありがとう。ファインさん、かき氷ありがとう。ぐんぐんぐんしさん、かき氷ありがとう。ふくちゃん、アイスありがとう。マスタッカーさん、アイスありがとう。高菜さん、アイスありがとう。ブライアンさん、アイスありがとう。マリちゃん、アイスありがとう。たくさんありがとうね。猫舌監督さん、アイスありがとう。
さん食べてありがとう。アザースさんかき氷ありがとう。ぴょのんぴーさんアイスありがとう。アザースさんアイスありがとう。ひなっぴさんアイスありがとう。くっちゃんアイスありがとう。たくさんやありがとう。ありまるちゃんアイスありがとう。たかひろたくさんアイスありがとう。きびだんごひこにんさんかき氷ありがとう。かみどりさんアイスありがとう。ねえ食べすぎやな。ダーさん食べてありがとう。いっぱいありがとうね。リチャードさんかき氷ありがとう。アキーさんアイスありがとう。フォーエバーさんアイスありがとう。おなかこすさん明日アイスとかき氷の食べすぎでもう明日出れんなったらアイスとかき氷の食べ過ぎ食べ放題、食べ放題より食べとるよ今。ありがとうございます。そうこんばんは。今日はね6時間レッスンでした。頑張ったよ。それ困るね困るけね私も食べ過ぎ注意や。そうデコ出しはもうレッスンで前髪が、あ猫、あ外れてると、何なんだこれは、なんかくじが出てきた。たーちゃん猫ちゃんナイスありがとう、ありがとう。つぶつぶつらくるさんアイスありがとう。外れちゃった、外れちゃったな。あ、当たりみたいなやつなのか、これは。当たったら、慣れた方がアイスもらえる。あ、そうなの？なるほど。なるほど、なるほど。送ってくださった方がアイスもらえるんや、当たりやったら。外れちゃった。でもめっちゃ猫ちゃん好きやけん嬉しかったよ。ありがとう。こんばんは、こんばんは。そんなんもあるんやね。は初めてじゃない、そんな当たりが出たらアイスでこんばんは。ピオーネさんアイスありがとう。ヤリハットさんかき氷ありがとう。くちゃんアイスありがとう。たさんアイスありがとう。面白いね、面白い。おみくじ、確かにおみくじ感がある。デコ出しひそかに好きたまにねデコ出ししてるのでまた遊びに来てね。あ、あ当たったじゃん当たりが出た。おめでとうございます。ないね。ももからの当たりをあげよう。外れた方も。すごい、ゴンゴンゴンシさん当たった。すごい。何のアイスもらえるんやろ。猫ちゃんのアイスありがとう。食べて。ガンマさん食べてありがとう。桃が好き、桃が好き。確率どのくらいなんやろうね。難しいんかな当たるの。桃が好き、桃が好き。こんばんこんばんは。トシさん、アイスありがとう。ふっこちゃんアイスありがとう。ハムちゃんアイスありがとう。かわいいももさんありがとう。当たりの入ってないくじなんて思ってごめん。あるよちゃんとさっき
と当たりにくいのかもしれんね、もしかしたら。覚えは食べて、ぐんぐんぐしさん食べて、ありがとう。もちゃん今日もこの世界一番かい、ありがとう。今日はね、いっぱい踊ってね、今日やばいよ。一番くじの良かったこと、当たりやすいことだけなんかそうね、なかなかね、くじが良かった、くじ運が良かったことか。一番か、なんだろう、くじ運か。でも一回ハンギョドンこれやって、これ当てた時はびっくりしたんよ。このハンギョさんを、このハンギョさん当てた時は本当にびっくりしました。ああ、ポケモンもそうだね。でもポケモン、そう、めちゃめちゃそう、なかなか当たんないから。でも選んでくださった方の運が良かったの、良かったのかなって選んでて、キャラクターのくじ本当？でも最近気づいたんよ。なんか、あ、しおり、しおり同じの出た時、なんか最近くじ当たるなって思ったけど、私中学校の時とかほぼくじとかしなかったのね。それで、そう、全然キャラクターの推しもいなかったの、ずっと。だから本当に本当に結構お金を使わない子で。そうで、最近はあの推しキャラができて、それでくじをした時に、そう、前よりもくじをする回数が増えたけん、そう、ちょっと運が良くなったって思ってるんですけど、昔は本当にアニメはね、昔から好きだったんやけど、高知ってさ、そんななんかイベント、アニメのイベントとかもなくて、あとグッズもそんな、まあ子供だったからあんま買えんくて、だからお年玉でちょっとねアニメグッズ買ったりはあったんですけど、そう、今でも今もそんなにね、いっぱいなんかいっぱい使うぞみたいな性格ではないから、お金をそんなにはやってないんで。いやーかき氷来た、リチャードさんありがとう。いいな、リチャードさん、ヤンマガも見てくれてるのにありがとう。リチャードさんありがとう。かき氷めっちゃでかいね、巨大かき氷ありがとう。高知にアニメってあるよ、町の方にある、ちっちゃいけどあるじゃん。そう、かき氷ピコンありがとう。ありがき、ありが、ありがかき氷、ありがかき氷かわいい、ありがかき氷。かき氷うまくかけるかな。これ食べて、食べて、みんなも、みんなこのタワーの場所違うのかな。キーンかき氷ってほんとキーンってなるよね。アイスもか、私アイス食べた時にあの歯が冷たくなるのがね、いつもね、うわーってなる。なんでなの、なんか歯が冷たくならん。明日お腹壊す明日、うん、かき氷、私そうね、いちごが好き。知覚過敏、読み方合ってる。タンさん食べて、ありがとう。
みかんやさん、ハートありがとう。あんちゃん、韓国のあんちゃん、アイスありがとう。ゆうさん、かわいいに食べてありがとう。ホテル近くくん、頭も歯もキンとする。私ね、頭キンもね嫌なんだけど、どっちでも歯がねキンってなるのが嫌なんだよ。なんでだろう。そう、伊達まつるさん、アイスありがとう。アイシュー、わわわわわ。舌も色づいて、あ、そうね、あのかき氷食べたら舌がさピンクになったり、その食べた色の色っていうか味によってさなるよね。なんか前は舌がさなんかさ青くなるとかさ、色がつくさお菓子とか食べとったんよ、よく。私けど最近はお仕事とかで、そう、あの公園とかでライブ前に食べたら焦るから、最近はほんとそういうの食べないように心がけてる。そう、前さ、あ、そう、黒フェスの時にあのイカスミのコロッケを本番前に食べたから、もう本当にあの舌が黒くなって、あーどうしようってなって、何回も歯磨いてうがいしてなんとかなったからね。ちょっと注意しなければいけないんです。そう、そう。配信中にアイス食べる、それもいいね。え、待って、今度買ってくる。ちょっと今もうアイスはないや。え、今度買ってきていいじゃん、明日とか。明日、明後日とかにアイスこの期間中に食べるね。いいね。こちらも準備します、お願いします。明日帰るかな、関ヶ原の。明日朝ね、うん、早いかな。でも夜は多分できるんよ配信。ももちゃんのおすすめナイス、え、名前わかんない、なんだろう。あれ、ももが好きなアイスがあるんですよ。なんかチョコアイスやのにシャリシャリしてて、あの棒でなんかブラックなんかブラックドーチャラみたいな、なんかさこんなあって出てこない、なんかねシャリシャリしてるんですよ。ブラックモンブランって名前なんかな、なんかシャリ、なんか見た目はガリガリ君の見た目で、それがアイスで、あ、そう、氷っぽい感じ。え、それブラックモンブランなん。私あれがめっちゃ好きなんですよ。そう、うん、シャリシャリしてる、ジャリジャリ、なんかあの氷みたいな、なんかあ、そう、お休めのやつ、ブラックモンブランじゃないかな、ブラックモンブランじゃないんか、ブラックアイスか、そのまま。あのね、安いんですよ、普通のアイスよりも。なんか70円ぐらいで買えて、でなんか本当にシャリシャリしてて、見た目ガリガリ君の茶色バージョンみたいな。
気になる。待って、モカも出てこないんだ。普通にブラックアイスじゃなかったかな。わかんない。あ、ブラックチョコレートアイスバー。それかも。なんか見た目本当に全部茶色い袋も。で、英語で多分なんかブラックって書いとった気がする。めっちゃおすすめなんですよ。何のアイスが好きかな、他に。そう、ブラックって書いてるやつやと思う。もうそれがめっちゃ好きなんよ、私。そう、ブラックアイス、ブラックチョコレートアイスバー、あれ美味しいよね。めっちゃ美味しい。おや、待って、びっくりした、待って待って、びっくりした。なんかあれ、なんかね、あれ、お、2個目なんかかき氷が2個になっとるびっくりした、今あれと思って、うんってなった今。幻覚かと思った今。ありがとうリチャードさん、かき氷2つ目、ありがとう。いいの逆にありがとうございます。びっくりしちゃった。ありがとう、ダブルかき氷ありがとう。そうかも、なんかあのバグで2個タワーが見てる、出てるのかなって今一瞬思って、うんってなる。ありがとう、かき氷。本当は目標かき氷お腹壊すかくて明日そう、かき氷の食べ過ぎで。ありがとう。達成してほしいからね。ありがとう、本当に申し訳ない、感謝。かき氷食べ過ぎで欠席は大丈夫大丈夫、今元気なんで本当に。かき氷最近食べたかな。かき氷屋さんのさ、お店行きたい。アイスもかき氷も両方足せちゃう。あ、これって一緒じゃないの、アイスとかき氷のあのポイントみたいな合体。別々なの。どうぞ、ありがとう。どっちかが達成したら、どちらかが達成大好き。なるほど。じゃあ今かき氷の方がポイント高いかな。こんばんは、こんばんは。そうなる？
知らなかった、全然大丈夫だよ。全然今日始まったばっかだからもうか。かき氷さんにしようじゃん。ごめんねみんな。かき氷。どっちもね、なんか両方。両方じゃないわ、どっちか達成したら両方同じみたいやから、多分どっちかに絞った方がいいけ、狙い撃ち。いっぱいアイスもありがとう、本当に。たーちゃんどうぞ、ありがとう。たくきさん、かき氷ありがとう。みかん屋さん、氷ありがとう。竹内さん、アイスありがとう。竹内さん、かき氷ありがとう。たーさん、アイスいっぱいありがとう。たむたむさん、かき氷ありがとう。てつさん、アイスありがとう。ドラガンさん、アイスありがとう。もももささん、食べてありがとう。たるやきさん、アイスありがとう。ゆうさん、ハタありがとう。さとぴーさん、アイスありがとう。ももまささん、アイスありがとう。リチャードさん、食べてありがとう。推し変推し変した。そうか、ごめんなさい。いや、ほんと謝らないで。そうね、イベントのルールが結構難しいね今回。アイスはアイスの景品があって、かき氷はかき氷のやつがあるっていうやったら結構わかりやすいけど両方一緒やけん多分。こんなに食べたらそう、お腹もうお腹痛いだよ食べ過ぎ注意。両方投げ、うん大丈夫、多分そうよね。合体ポイントじゃないんだね。わかんないね、両方達成。でもさ、両方達成してもさ、あれじゃないん、両方達成してもさ一緒なんじゃない。あ、そっか、意味はないそっかそっか、そうよね、一つなんよね。難しいねルール今回なんかあーってなるね。そっか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 難しいね今回。じゃあ岡井くん、まあかき氷さんにしとこうかな今日。今週、今日からね始まったばかりなので、本当にね、ありがとう。はっきり決めた方がいい。いや決めたよそんなそんな決めとるよ、もうこの1週間はかき氷さんって決めました。そうそう、両方達成しても得点は1つやから、合体でいいのにね、ポイント分かれとるの難しいね。お願いします2つ達成したら、うん、2つ達成してももらうのは、もらえるのは1つやけん、どっちかが達成すれば大丈夫。そうやけん私はかき氷にするね、ごめんね。そうそう、
アイスにかき氷美味しい。そう。ありがとう。かき氷派、かき氷派になりました。とか両方同じぐらい好きで、そう、どっちも好きなんだよねもう。いやーいっぱいありがとう。タワー2本豪華に書いてきました役張りもちゃん、役張りももちゃんしてないよにゃアイス入ったかき氷のやつあったっけ。そんなあるん。でもかき氷のアイスまでね、なんかこれも氷かな。どうなの。あ、これもそうじゃないかな。たくさんありがとう。かき氷派の人にもご褒美です。そう。でもさ、思ったけどさ、かき氷ってなかなかプレゼントするの難しいよね。アイスの件はさ、なんかあのお店があるじゃん。でもかき氷のお店ってさ、そんなにないじゃん。だからさ、難しいよね。かき氷派の人にかき氷渡すの。かき氷の爪、そうない溶けちゃう。送ろうと思ってもさ、ガリガリ君ってアイス、え、なんかね難しいよね。そうか、アイスがよかった。あ、違う違う、かき氷ので達成してもアイスの券がもらえるよ。でアイスが達成してもか、あ、同じなんよ。だからどっちでも大丈夫なんよ実際もらえるのは一緒。そう、雪帽子さん、そうね、雪帽子さんあるよね、美味しいよね。まだ1回しか行ったことない、氷の雪帽子さん アイスボックスはどうやろう。アイスボックスはなんだ、かき氷に近いけどなんだろう。ややこしいね。そうだからね、どっちがでも合体のポイントではないから、そうどっちかには選ばないといけないけど、もらえるものは一緒やけん。かき氷ギフトで20万ポイント達成。そう、ごめんね、いつもありがとう、協力してくれて。こんなにかき氷寄りだよねやっぱり。かき氷可愛く描いていこう。そうだね、わかりやすいからね、そっちの方が。かき氷書いてる今。
広島かき氷美味しい。多い多い気がする。めっちゃなんかね、気になってるとこ何個かあるんですよ、かき氷町の方に。でも実際あんま行けてなくて。そう、もーちゃんがアイス美味しそうに食べるのみたいな、お気になさらずありがとう。無料の分になりました、ありがたいんです。ありがとう、ありがたいんです。かき氷集めてます、ツイートしてます、ありがとう、感謝です。ありがとう。31日まで、あ、そうなんだ。焼肉屋さんのほうじ茶かき氷、そんなあるん、ほうじ茶のかき氷すごい、食べておすすめ。そうだよね。でももう一回雪帽子さんで食べた時はなんかいちごのなんかやつ、雪帽子行こうとしたけど女性しかいなくて、あ、そっか、女性が多めなのか。でもめっちゃカフェ、でもそんななんかめっちゃ女性がいっぱいいるカフェよりは行きやすいと思うけど、個人的には勇気を出して行ってみてもいいんじゃないかな。一人で入ってアクスタと記念撮影しましたもう経験してくれたのか。大丈夫、全然全然雪帽子はねいけると思うよ、個人的に。本当に座の合間にかき氷食べてし、そうだね、暑いからね。本当今日もめっちゃ暑かったんだけど、あの結構レッスン上の冷房がすっごい効いてて寒かっただから今日は寒かった。おしゃれのところへ、あーそっかそっか。いやでももう実はカフェとか入るの苦手で、なんかカフェとか入り方が分かんないことが多くて、どうやって入るんやろうみたいな、なんか合ってるんかなみたいなことが多くて結構苦手。勇気いる、結構女性でも。さらちゃんが紹介してるか、あ、そっか、メンバーとかがね紹介してるとこは結構女性が行きそうな感じのとこ多いけど、雪帽子さんは絶対大丈夫だよ、絶対。そんな注文の仕方が分からん、分かるとか、なんかドアの入り方が分からんとことか、本当にねどうしようってなる。間違ってないかな、そうだよ、ドアの入り方なんか入り口が分かんなかったり、なんか前さ行こうとしたカフェがあって、なんかドアをチラッと開けてみたことがあったんですけど、なんか店員さんと目があって、なんか「えっ!」みたいな顔されて、あ、私なんか間違っとったかもしれんと思って、なんかダメだったんかなって不安になってすぐドアを閉じた。なんか分かんなかったの、入っていいのか分かんなくて怖くなって、こうやって開けたドアをあーって閉じて、あ、やめておこうと思って、なんか分かんないからやめとこうと思ってやめました。そう、難しかった。
なんかね、難しいよね。わかんないとこって。うん、そう、気まずいってなっちゃって、なんか間違えたかなって思って。あ、なんでちょっとだけ当てたんと思う。どうなんだろう。でもなんかよく、もうよくわかんないって思って逃げちゃった私。いらっしゃいませ、そうやね、いらっしゃいませって言われたらわかりやすいけど、ちょっとね、わからなくなっちゃった。ピンポンダッシュ、違うもん、ピンポンダッシュしてないもん。そんないけないことしてないよ私、ちゃんと真面目な子だから、ちゃんと。ピンポンダッシュしてないよ。走るの早ししてないよ、みんな。スタバでメニューかまずに自信が、私スタバでいまだに注文の仕方があんま分かってなくて、スタバの注文の仕方分かんなくて、あのあんまり行かないんですよ私。プリンセスイベント予約と支払い終わりました。あ、ありがとう、待ってるね。あの一緒、あ、よかった、一緒の人いる。なんか誰かと一緒にいたらいけるんですけど、あんまり一人で行けなくて、スタバに。そう、うん、なんかもう分かんなくて、結構誰かと行かないと心折れそうになるんですけど、たまに頑張って一人で行くけど、もうでももう自体があんまりスタバにいっぱい行かないからね、あんまり行く機会がないんですけど。そう、名前言わないんですか、指さしてこれって言ったり。そうだよね、桃の時期なんだよね、通るでこれって。ちょっと難しいんや。よかった、私と一緒のことか思ってくれてる人がいて。よし、はい、リチャードさん、かき氷タワー2本ありがとう。もう1ページあるからね。モーカのためにいつもね考えてくれてありがとう、すごく感謝しています。これからも桃しでずっといてね。もう一個は書いたよ。うん、そう、キーンってしてんの。キーンでございます、ありがとう。確かに色がつきそうなぐらい濃いかき氷です。いつもありがとう。全然本当謝らないで、私は感謝しかないよ。あとこれもう一個2本分なので、あ、レモンがね、またレモンね、ちょっと絵を描いてみました。桃は上に桃の妖精いる。登山山じゃないよ、でも山に見える。
が冷える大きさ、ね、本物妖精。ありがとう。物寄せ寒そう、確かに水にフィミンちゃんとある書いてる。本当やここの点が離れとる。特大かき氷のありがとうわーです。ありがとう。にゃん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 、ありがとう、ありがとう。ではのひちかつさん、だるまありがとう。夏休みさん、かき氷ありがとう。ではのひちかつさん、たこちゃんありがとう。こじこじさん、かき氷ありがとう。ハチレストブイさん、ハタありがとう。ふくちゃん、かき氷ありがとう。まぴょのぴーさん、かき氷ありがとう。メガスマさん、アイスにかき氷ありがとう。ケイスティンさん、かき氷ありがとう。ももまささん、かき氷のどうぞありがとう。ペンちゃん、かき氷ありがとう。たかきさん、アイスありがとう。こじさん、アイスありがとう。ケイスティンさん、かき氷ありがとう。ドラガンさん、かき氷ありがとう。白井さん、かき氷ありがとう。わらびもっちーさん、かき氷ありがとう。おさむさん、アイスありがとう。ゆうさん、どうぞのかき氷ありがとう。たかひろたくさん、どうぞのかき氷ありがとう。メガマイトちゃん、かき氷ありがとう。ゲーマー監督さん、かき氷ありがとう。エイトさん、かき氷ありがとう。氷のハト今日も返してありがとう。おーい、ミミンさん、どうぞのかき氷ありがとう。こんばんは。今日もちゃんのサイン、あ、そう、サインのが届いとるんよね、今。ありがとうございます、たくさん、いつもいつも。にゃん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 、昨日届いた？そう、みんなから届いた報告が来てて、ありがとうございます。はい、ありがとう。自分のとこも来た？ありがとう。ツインテールの時のせい、ツインテールか。ああ、そうだ、ツインテールね、してた時の。あと1回分届いた感じね。あとは浴衣か。5月目ちょっとね、届くの遅いもんね、いつも。サインの日の1ヶ月後、1ヶ月後、そうだねそうだ、あれ上にも、あれ、あと何個届いてないんだ今はきっと来週にデートしようかな、書いてた。どうも。そっか、結婚の時もまだなのか。そっかそっか、あのウェディングで書いとった時よね。遅いね届くの遅いね。私も、うん、そうやな、大急ぎ。そうよね、でも何人ものメンバーが書いたやつをみんなのお家に届けるってのは結構確かに
時間かかっちゃうよね。まだ開けてないの。はい、シャッター開けて。こんばんは、こんばんは。たかきさん、氷ありがとう。ジェリボーさん、ライフありがとう。福ちゃんのさん、かき氷ありがとう。ティームワンさん、かき氷ありがとう。コウさん、かき氷ありがとう。ツーショットで結婚したから届いてきるんで。もうちょっとだよ。浴衣が完売で惜しくもない。あら、またぜひ次、浴衣はね好きだぞって書いて。いえ。いえ。6月11日と今月は17日、あとじゃあ2回分か。2回分のうさぎの子の向こう、嘘ほい。かわいいよ。いつのが来てて、いつのが来てないかわかんない。そうだよね、届くのがさ、久しぶりに、あ、届いたみたいな。いつのかわからんってなるよね。こちらの猫はラキ様のじゃん。ラキ様の妻ではないですね。妻ではないよ。夏の間、そうだね、夏の写真だからの、確かに夏の間に届いてほしいな。うん、もう寝そうですか、私は。ふふふふ、もうかも寝そうです。今日は結構ぶっ通しでやってて、で今日のレッスンでツアーのその結構なんて言ったら固めみたいな、もう振り入れは終わったんですよ。今日の朝の写真見た、締め返せやだった。本当？よかった。そうで、その今日のレッスンはツアーの、まあ、曲はねまだ内緒なんですけど、一通りやったので、あとはその細かいところとか思い出したりとかの作業なので、結構一通り頭に入れなきゃいけなくて、昨日の夜は全体的に立ち位置を確認したりとか、細かい分かんない振りを練習したりしとって、夜ね結構練習しとったんよ今日のレッスン。ドンキは何曲目かな、アンコールかもね。おはようツイートで起きてくれてるの感謝しかない。いいえ、いつか寝坊したらごめんね。お母さんのインスタに持ち、あ、そうなの、見よう。ちょっとインスタねやってないから見れてなかった。まさかのアンコール。いやだ、アンコールでドンキの曲始まって、一人ごとはどうしようかな、バラードやけん。何曲目ぐらいにね、一番最後の鳥にして。3人で撮った写真か、そうなんだ、ちょっと見てみる、教えてくれてありがとう。インスタ把握できてないから。ドンキオープニング、オープニング、オープニング、タタタタキタキホーテ。チュン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 タタタタキタキ。それ好きやね。しかもドンキはね、あのね、みんなね、あの全国にあるからみんなわかるやん。そう、スカイチカミドンキ。いつでもどこでもどちらこちら、わかんないの歌詞が。
私さ、丸中の歌とかも好きなんだけど、多分丸中ってあの西日本とかの方しかない。丸中丸中なかなかな、ドンペンくんのやつだよ。え、ももさ、でも150センチって入れそうよね。入れんがかな、ももでも。どうなんやろ。なんか私、着ぐるみ入れるんかなっていつも思う。着ぐるみ入ってるかと。着ぐるみ入ってるとか言っちゃいけんね。キャラクターはキャラクターよね。今、ドンキコーチのとこだけ。それがドンキコーチにもできるので、やっと仲間入りするらしい。まだ建物建ってもないけど。そうそうだよ、キャラクターは誰も入ってないけ。そう、キャラクターはキャラクターやからね。すいません、夢壊してすいません、忘れてください。誰もう本当あのそう不思議な生き物でさ、あの子たちは。明日さ、明日アイス買ってくれたら買ってくるから、みんなも用意しとってくれたら嬉しいなーって。夜ただちょっと仕事の時間が押しちゃったりして、まだ配信の時間がすごい決まってるわけじゃないんですけど、かき氷系好きなのでいいよ。明日もし買えなかったらちょっと明後日とか食べるかもしれないんだけど、買っとってくれたら嬉しい。なんでもいいよ。ストックしてる？そうよ、ナイス。ストックしてる方も多いよね。ブラックチョコで対すば。私もそれあったらいいんだけど、もしなかったらまあ別のになるかも。私もまた明日お知らせしますね。ぜひスーパーに、多分ね、けどスーパーに行く時間が明日はもうないかもしれない。コンビニとかしか明日食べれなかった方食べなかったごめんなさい。もしちょっとまだ予定が分かんなくて読みます。10歳の高弘たかさんありがとう。12のたらかんさんありがとう。僕たちのためレッスン頑張ってくれてるし大好き、待っててね頑張れて。11の福ちゃんありがとう。でこだしかわいい、明日も楽しんで楽しんでくる、ありがとう。でこだし10のコーチさんありがとう。長時間のレッスンお疲れ様、そう楽しみしてます、頑張りますので待っててください。Kのケイスティンさんありがとう。今日からかき氷食べます。嘘です、アイスが好きな。いっぱい食べな、10個食べな。8のまっぴゃんのっぴさんありがとう。来週の神戸で会えるのめっちゃ楽しみね。もうあとちょっとで会えるから待ってるね。7位のももまささんありがとう。6位のこの世に行き去り美しいとは存在しないと思ってる、もう楽しい。ねえむちゃん、おきさん美しいもんね。もかはもかはかわいいって言ってくれるかな。5位のぐんぐんぐんしさんありがとう。4位の令和の土方さんありがとう。3位のたーちゃんありがとう。2位のアイスといえばペロペロ、栄養ペロペロお願い、これで勘弁。1位のリチャードさんありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。みかんやさん氷ありがとう。テンフルールさんかき氷ありがとう。お父さんアイスありがとう。たかきさんかき氷ありがとう。まぼろしさんハートありがとう。スケイで一番かい言ってくれてる、ありがとう。ありがとう。来週の神戸、私も楽しみにしてる。おやす、おやす。配信ありがとう。こちらこそ。
親子ももおやすみ。関ヶ原で待ってます。会いましょう。親ももです。今日もありがとうございました。頑張ります。またね。親ももバイバイ。また明日ね。明日話そうね。